シンシュナティは、アメリカ合衆国アイオワ州、アパヌーソ郡に位置する都市である。2000年現在の国勢調査で、この都市は総人口428人である。シンシュナティは、北緯40度37分49秒、成形92度55分25秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積4.5平方キロメートルである。 このうち4.5平方キロメートルが陸地で水地域は存在しない。2000年現在の国勢調査でこの都市は人口428人、180世帯及び113家族が暮らしている。人口密度は95.0平方キロメートルである。44.6平方キロメートルの平均的な密度に201軒の住宅が建っている。 この都市の人種的な構成は、白人98.13%、アフリカン・アメリカン0.00%、先住民0.00%、アジア0.00%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種0.23%、及び、根ー1.64%である。ここの人口の1.17%はヒスパニック、またはラテン系である。 6180世帯のうち30.6%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、46.7%は夫婦で生活している。11.1%は未婚の女性が世帯主であり、37.2%は家族以外の住人と同居している。31.7%は独身の居住者が住んでおり、 18.9%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.38人であり、家庭の場合は3.03人である。この都市内の住民は25.0%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.9%、25歳以上44歳以下が26.4%、45歳。 以上64歳以下が21.3%及び65歳以上が19.4%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は86.9人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は82.4人である。 この都市内の世帯ごとの平均的な収入は26,641ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は28,250ベイドルである。男性は25,556ベイドルに対して、女性は19,904ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は12,489ベイドルである。 人口の11.4%及び家族の11.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.0%及び65歳以上の21.7%は貧困線以下の生活を送っている。U.S. g ギャザティア・ Files 2012000&1990 0 United States Census Bureau h t t p w w w c e n s u g o v g i o w w w g a z e t t e r g a z h t m l 二零一1年四月二十三日閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。